1日1回スプーン1杯で痩せる方法をお伝えしていきますね。このチャンネルではこのような様々な腸活法をお伝えしております。そのことであなたが健康的で綺麗に痩せるを応援しております。ぜひ高評価ボタンやチャンネル登録、また LINE 登録していただきますと、もうとても嬉しいです。今 LINE にご登録いただきますと、私が実践しております腸活ダイエット法のあなたにも今からすぐできる動画4本プレゼントさせていただいております。ぜひそちらの動画もお役立ていただけたら嬉しいです。それでは早速本題に入ってまいりましょう。では1つ目の項目です。なぜ毎日1回たったのスプーン1杯で痩せることができるのかというその理由なんですけれども、ポイントはあなたの腸内環境を整えてくれるから、そして脂肪の蓄積を抑えてくれる効果があるからなんですよね。これ両方大事ですよね。なぜかというと、あなたの腸内環境が整えばですよ、痩せ菌と呼ばれるその善玉菌が元気になって増えてくれて、いつまでもその腸内にいてくれるわけです。そうするとあなたは自然と根本的に痩せ体質になることができるんですよね。でまた脂肪の蓄積は太る原因なわけですから、その脂肪の蓄積を抑えてくれる効果があるというのは、もうこれはとっても大切なポイントになってきますよね。ではここから2つ目の項目に行きましょう。一体何をスプーン1杯取ると痩せることができるのかということで、今回は良質なオイルなんですよ。このオイル、まあ、要は油なんですけれども、その悪い油は太りますよ、もちろん。ただしやはり良い油というのは逆に取らないと太ってしまうんです。油って体にとってとっても必要なものですし、ダイエットにもやはり欠かせないものなんですよね。ただしその取り方とか物内容質がとってもダイエットをその左右してしまうから、ここの見極めがまあ難しいわけです。なので今回この動画を通してあなたにどのようなオイルをどれぐらいどのタイミングでどんな風に食べれば痩せることができるのかということを最後にお伝えしていきますね。ですので今からお伝えするオイルというのは、あなたの体内で自然にこう作り出すことができないオイルなんですよね。ということはしっかりと食事から摂る必要があるんですよということになります。では3つ目の項目に移っていきましょうね。どのようにです、どのようなオイルを毎日1回スプーン1杯摂ると痩せることができるのかということで、今回そのオイルを3種類あなたにお伝えしていきますね。まず1つ目のオイルはこちらです。 MCT オイルです。まあ、よく今はね、結構あのスーパーでも見かけることが増えてきたこのオイルなんですけれども、私がそうですね、小さい頃はそんな見かけたような記憶はなかったなって思うんですけど、あなたはいかがですか？で、私は今回この動画でね、あなたにお伝えするためにちょっと慌てて自宅からあの持ってきたオイルなんですけども、私がですね持っているのはこの日清さんから出ている MCT オイル 100% の中鎖脂肪酸油ということで、こちらねすごく便利なんですよ。見かけたことありますか？こちらはあの一歩一歩その小本になっててですね、もっと開けてみましょう。 MCT の 100% の食用油なんですけれども、こんな風に 6g が10本入っていまして、こちら持ち運びに便利なんですよね。もう例えばそのオイルの瓶をですね常にこうカバンに持ち歩くなんて、そんなことねできないじゃないですか。で例えばその例えばお食事会に行かれたりとかですよ、お呼ばれした時とか、そのああちょっとこのメニューはねダイエット向きじゃないなっていうメニューってあるじゃないですか。そんな時にこの方法になっているこの MCT オイルをこうさっとですねカバンから出していただいて、トロトローっとそのお食事にかけて召し上がると、あなたのその脂肪の蓄積をですね抑えてくれる効果がこの MCT オイルにあるんですよね。よくあのモデルさんや芸能人の方々とかもあのこういったこうお話ね出されてらっしゃる方、私何人も見かけたことあるんですけれども、そういった方々 もう出先でやっぱり芸能人の方とかモデルさんとかその外食が多いですよね。その時にこういったものをかけて食べますっていうことねおっしゃってました。なのでこの MCT オイルというのはまず太る元糖質ですよね。その糖質を減らしてくれて、しかもその脂肪燃焼効果が
あるオイルなんですよね。でまたこのオイル自体がとっても体脂肪になりにくいんです。非常に消化吸収が早くって、白米とかお米の代わりにですね、この MCT オイルを朝から取ってエネルギーチャージするっていう、その、ボディビルの方とかですね、その体を鍛えてらっしゃる方、減量したい方とかも、こういったオイルを糖質の置き換えとしてこのオイルをその食べることでエネルギーをしっかりチャージすることができるっていう、そういったことにも使えますので、この MCT オイルすごくダイエット向きのオイルになります。でただしですよ、オイルはオイル、油は油ですから、カロリーは高いわけですよ。なので取りすぎてしまっては逆効果なんですよね。そこで大体に、ティースプーン1杯、多くても小さじ1杯程度ぐらいを毎日毎日いろんなお食事にタラタラとですね、かけて召し上がってくださるだけで、こういった効果をあなたも得ることができるんですよってことですね。であとこの MCT オイルの取り方ポイントなんですけれども、加熱しないでくださいね。加熱、熱を加えてしまいますと効果が出ませんので、必ずこのまま生で、いろんなサラダであったり、もう何でもいいですよ、いろんなおかず、もう別に味があるわけでもありませんから、香りもさないですし、どんなお料理にもとにかくかけて食べるだけで OK です。でまたこちら 100% ココナッツ油由来の、オイルなんですけれども、こちら私これこちらも自宅からね持ってきたんですけど、本当 100% これバージンココナッツオイルの、瓶なんですけれども、このバージンココナッツオイルの 100% だと良質のものはいいと思うんですが、この 100% バージンココナッツオイルのさらに上をいくオイルがやっぱりこちらの MCT になりますので、どちらが効果がありますかと呼ばれると、やはりこちらの MCT の方がダイエットが目的な方には私は合っていると思いますので、ご参考にされてみてくださいね。はい、それでは残りの2つのオイルあなたにお伝えしていきますね。こちらです。2つ目はアマニ油です。でもこちらはですね、私も自宅からね慌てて持ってきたんですけれども、いろいろ出てますよね。アマニ油っていろんなメーカーさんがね出していらっしゃると思うんですけれども、こちらの瓶タイプ、このアマニ油は私はカルディさんで購入しました。でこちらのアマニ油はニップンさんから出ているんですけれども、アマニオイルって書いてますね。ゴールデンブラックシードオイルって書いてます。こちらはカナダ産のゴールデン種 100% のオイルになっています。どちらもそんなね大差はないと思うんですけれども、やはり安心安全な、こういったこれなんかはですね、日本アマニ油協会認定商品ってなんかマークがねついていたりします。こういった良質のものをですね、ぜひお手に取っていただいて、中には本当にね混ざり物があったりとか、しっかりこの裏の原材料名をチェックしていただいて、食用アマニ油過去国内製造ということで、こういった国産の製造されているようなものがいいと思います。でこちらはですね、こちらも瓶に入ってますし、こちらも瓶状なんですけれども、このアマニ油がですね、あなたの腸内環境を整えてくれる素晴らしいオイルになるんですよね。腸の炎症を鎮めてくれて、痩せ菌と呼ばれるその善玉菌を増やしてくれる環境に導いてくれるというね、すごいオイルになりますの でこちらも加熱はダメです。もうこのまま生で熱を加えずに、サラダやそのお蕎麦であったり、も何ものでもいいですよ。もう何でもいい、もうとにかくサラサラとかけていただいて、ティースプーン1杯を目安に1日1回ですね、召し上がってくださるといいと思います。でまた同じようにその腸内環境を整えるオイルということで、次ですね、最後3番目、3つ目はエゴマ油です。でこちらはあなたの中性脂肪値をですね、抑えて下げてくれる、効果もありますし、シソ油とも言われるので、ちょっと風味がね、アマニ油とか MCT オイルに比べると少し気になる方もいらっしゃるかもしれませんので、そこはお好みで、MCT が合うのか、アマニ油が合うのか、エゴマ油が合うのかっていうのはお試しで良いと思うんですよ。でいずれの3つのオイルもとにかく加熱してはいけませんということです。加熱しちゃうと効果が落ちちゃいますですよね。で私が今使っているこのエゴマオイルのこれ個包になってまして、先ほどの MCT みたいにね持ち運びができるんですよ。
これが、1袋で 1.8g 入ってますね。もう1日あたりの量です。健康を守る1日分の、アルファリノレン酸ってかオメガ3。そうなんです、このアマニ油とエゴマ油はオメガ3系 の、 オイルになりますので、非常に腸内環境を整えるというその観点から言うと、私は、腸活の専門家としてはこの2つのオイルとても一押しですので、上手に取り入れてみてくださいね。そしてこれは私がボトルタイプなんですけども、こちらは有機栽培のエゴマ油になります。毎日小さじ1杯ってこちらにもね書いてあるぐらい、もうほんと小さじ1でいいんですよ。もう1日毎日毎日小さじ1杯、今までご紹介したオイルをいろんなお食事にかけて召し上がるだけで痩せることができるわけなんですよね。で、私はこれをどうやって使ってるかと言いますと、毎朝かけて食べてます。で、何にかけて食べているかと言いますと、納豆です。納豆のタレを使わずに、私はリンゴ酢であったり塩麹であったり、たまにはキムチであったり、それを入れた後タラタラっとこのエゴマ油をかけて、ぐちゃーっとこうねマシャマシャマシャって混ぜてご飯にかけて、玄米ご飯なんですけども、もう美味しいって言いながらね、もう毎朝もう私の佐藤家はですね、美味しい美味しいって家族揃って食べてます。朝食をですね、ほんと幸せな時間ですね。バタバタですけどね、朝だからバタバタなんですけれども、しっかり家族に揃って食べれるっていうのはもうほんと朝しかないものですから、もうそれだけもそれぞれいろいろあってですね、もう盛りだくさんのスケジュールこなしているので、私はもうほんとこの朝食の時間をとっても大切にしてるんですよ。その時にもうさっさと忘れないうちにこのエゴマ油をですね、朝1で私は摂るようにしています。さあ、いかがだったでしょうか。この動画では1日1回スプーン1杯で痩せる方法として、良質の必ず体の外から取り入れることが必要なオイルをあなたにご紹介しました。できるところから毎日続けてみてくださいね。それでは最後までご視聴していただきましてありがとうございました。